8時になりました。明日4月11日火曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは外況。下後に発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップだがストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、アソンデートレ候補、 視聴者投票、最後に今日の気になるチャートの順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウ・ナスダックは急上です。日経は上げとなりました。日経は115円の上げ、プラス0.42%。1ドルは132.70円。円安に触れ、132円台で推移しております。午後2時時点での当初プライムは 値上がりが1191銘柄、値下がりが539銘柄、変わらずが105銘柄、約3分の2の銘柄が上がった状況です。アメリカはグッドフライデーで急場です。日本はアメリカの雇用統計通過による安心感で変われましたが、上値は重い展開,展開となりました。アメリカ国債10年ものの推移は、 引き続き3.3%台で推移しております。ドル円の方は円安に触れ132円台で推移している状況です。日本株の業種別株価指数の方はほぼ全面高の状況となりました。特に海運株の大幅な促進が目立ちます。パルプ、ガラス、倉庫、この 産業種は反落いたしました売買高ランキングの方は上げが優勢な状況です。レーザーテックは、えー、今年最低レベルの売買代金に落ち込んでしまいました。半導体株は高安まちまちな状況です。アースインフィニティが人気化し大きく買われております。本日海運株は 上げておりますニンテンドーは映画スーパーマリオのアメリカでのヒットで大きく買われております銀行株は本日上げとなりました経済スケジュールの方はいよいよ次の CPI が見えてまいりましたご注意ください次に引き声発表された U ボ IR ですまずシフト シフトはソフトウェアのテスト受託を行う企業です。紙機形状は27%増益で上振れという発表がなされました。23年8月期、第2クォーター累計の連結形状利益は前年同期比27.3%増の54億円に伸び、従来予想の43億円を上回って着地。 通期計画の95億円に対する進捗率は56.9%に達し、さらに5年平均の44.7%も上回った。第2クォーターの連結計上利益は前年同期比63.4%増の34億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の 12.0%から15.6%に上昇した、こういった内容です。本日の株価は22,340円、出来高は20万株です。この20万株より若干多い数字ですが、26万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは、2月22日に21,450円ですので、 ここが最安値です。そして1月24日に25,920円が最高値ですので、ここが最高値です。現時点ではあまり明確なトレンドがない状況です。空売りが多めですので、空売りの買い戻しでの上げも期待できるかもしれません。この下げでできたしこりと信用買いの多い点は、 ご注意ください。次にステムリムです。ステムリムは大阪大学発のバイオベンチャーです。今期最終は黒字転換、急性期脳梗塞の治療薬開発で毎月トーン達成という発表がなされました。こちらがその内容です。最終損益が1億7000万円の黒字に転換する見通しを発表した。 塩製薬へ導出済みのレダセムチドにおいて急世紀脳梗塞を対象としたグローバル後期第2層臨床試験が開始されることになり開発マイルストーンを達成する見込みとなった塩野義からマイルストーンペイメント4億5000万円を受領し事業収益として計上する また、今期中に追加の開発マイルストーンについても達成する見込みになったといい、影響を業績予想に織り込んだ。合わせて、ステムリムは、塩野義へ導出済みの慢性肝疾患を対象とした第二層試験において、主要評価項目を達成したとの連絡があったとも開示した。こういった内容です。 本日の株価は1019円。出来高は20万株です。この20万株の15倍くらいですが、340万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは、1月6日に844円ですので、ここが最安値です。そして3月17日に1200円が最高値ですので、ここが最高値です。 現在はこのようにデッドクロスを経た下げトレンドになっています。信用買いが非常に多いという点と、この下げでできたしこりにはご注意ください。次に J トラストです。J トラストはノンバンクの中堅企業です。165億円の損害回収という発表がなされました。こちらはその話で、訴訟の話です。 GL の完全子,子会社に対して J トラストアジアが被った損害の回復を求める訴えを提起しておりました。当該訴訟に関して本日、高等法院が J トラストアジアの請求を容認し、被告らに対して連帯して約165億円及びこれに対する2021年8月1日からの 利息の支払い等を命じる判決を言い渡した旨の報告を受けました。こういった状況です。<laughs> 本日の株価は386円。出来高は33万株です3。この33万株に比べるとかなり多い数ですが、900万株の信用外算がある状況です。 1>, 1年の株価の動きは3月16日に371円ですので、ここが最安値です。そして1月26日に590円が最高値ですので、ここが最高値です。このように下がってきておりますが、直近1ヶ月ほどはほぼ横横の状態です。信用買いが非常に多い点はご注意ください。 次に、シリコンスタジオです。シリコンスタジオは、3D のゲーム開発用ミドルウェアが主力の企業です。第1クォーターの形状は9倍増益という発表がなされました。23年11月期、第1クォーターの連結形状利益は、前年同期比9.0倍の1億円に急拡大し、通期計画の2.1億円に対する進捗率は、 50.5%に達し5年平均の7.4%も上回った第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の0.8%から9.1%に急改善したこういった内容です本日の株価は1137円出来高は1万株ですこの1万株から比べるとか,かなり多い数字ですが 23万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは1月16日に981円ですので、ここが最安値です。そして1月11日に1294円が最高値ですので、ここら辺が最高値になります。このように落ちてきた後は2ヶ月以上、ほぼ横横の状況での公いア,イアルです。 信用いが非常に多い点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR34 件出ております。上4件が今お話しした内容です。この他にサカタの種からは3%の減益。タマホームは1%の情報修正で最高益予想を上乗せ。ライクは37%の減益。 金見食品は2%の増益で前期配当を8円増額、今期は2円増配。ワッツは60%の減益。ベスタリアホールディングスは77%減益に下方修正。ウェルシアホールディングスは1%増で26期連続最高益、2円の増配。クリエイト SD ホールディングスは6%の増益。 プロパストは26%の増益。エストラストは1%の増益で2円の増配。コソモス薬品は1%の増益。バリオセキュアは27%の下方修正。理想教育は23%の増益。東京個別指導学院は20%の減益で7円の減配。 北欧科学工業は21%の増益。ミクロ精密は赤字に下方修正。OKM、OK、は1%の情報修正で配当も5円増額。今村証券は未定であった前期配当は35円で実施。小島は46%の減益。神話は11%の増益。 大工通産は20%の減益。中本パックスは14%の減益。包みは配当を10円増額。ライフコーポレーションは2%の増益で10円の増配。アバンティアは2.7倍の増益。富士急行は28%の情報修正。 優先ネクストは7%増益で配当を2円増額。ジャパニアスは、えー、19の進捗率が26.9%。超蓄は3.9倍の情報修正以上が発表されております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は X モーションでした。 59%増を発表したことにより、前日比15.7%の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると4.2%の利益となっておりました。第2位はカーブスホールディングス。9%の減益を発表したことにより、前日比7.7%の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると11.5%の利益となっておりました。 第3位は脇田。増益と増配を発表したことにより、前日比6.6%の株価上昇。本日、寄りで買って引きで売ると0.3%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。13位まで。そして28位まで。そして37位まで。 続いて本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高、11件出ております。ヒット、サイバーステップ、カッコは3日連続、エクスモーション、サイエンスアーツ、サクラゴム、明治機械、ログリー、大日光エンジニアリング、松尾電機、黒金工作所、 このうちカッコは北村が不正注文検知サービスを導入したことによるものです。X モーションは59%増という発表をしたことによるものです。サイエンスアーツは、えー、バディコムを東京無線の全車両に導入という発表によるものです。松尾電機はアイスペース上場での宇宙関連銘柄の物色外です。 本日、ストップ安も一件出ております。アジア開発キャピタルは7日連続4、えー。4月30日付で上場廃止です。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はカッコでした。前日比22.5%の株価上昇。第2位はジャパンディスプレイ。前日比21.1%の株価上昇。 第3位はサイエンスアーツ。前日比20.3%の株価上昇。値下がりの方は第1位がジャパンエンジン。前日比マイナス15.2%の株価下落。第2位は技研製作所。前日比マイナス12.1%の株価下落。第3位はトランザクションメディア。 前日マイナス10.5%の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。4月の新規上場銘柄についてはこちらの動画をご参照ください。4月、えー、9件予定されております。北村とトライアルホールディングス上場中止です。12日あさってですが ispace がいよいよ上場します。そして18日はジェノバ。 19日はエキサイトホールディングス。南海科学は現在抽選申し込み受付中です。楽天銀行も受付中。そしてレ,アレオスキャピタルも受付中。スタジアムも受付中。DJI は明日,明日から申し込み開始されます。次、決算スケジュールです。明日11日は34件が予定されております。 バチュー発表で13時にイートホールディングス、そしてタビオ。聞け声になると、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、ライトオン、イズミ、イオンモール、ローゼ、ゲイフロントリテイリング、アレンザホールディングス、ビッグカメラ、竹内製作所、キャンドゥ、イオンフィナンシャルサービス、エコス、コーナンショージ。このうち、 ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスは本日、えー、年初来最安値をつけております。そして、イオン、ローゼ、ゲイフロント、それからビッグカメラ、竹内製作所、イオンフィナンシャルサービスは、えー、売買高中規模の銘柄です。ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスについては、貸借倍率が0.09で、 空売りがかなり多い状況になっております。そして、引き続きになりますが、ハローズ、わらびや日ンホールディングス、シグマー期、DCM ホールディングス、京葉、コシダカホールディングス、キマラヤ、中北製作所、愛啓、モレスコ、インタラクション、京新、 一新ホーーールルディンンググス、グッピーズ、ズ、コミュニケーションズボールドアこのうちシグマ工機と中北製作所は本日年初来高値を更新してきています DCM ホールディングスは、えー、売買高、えー、4億円の中堅銘柄腰高も中堅銘柄ですボールドアは一気に空売りがなくなってしまいました 2週間分のスケジュールについてはこちらの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。4月の、えー、県立議最終日は4月26日です。4月もこの動画の中で損益を検証してまいります。詳細はこちらの動画をご参照ください。そしてアソーデイトレ候補10選です。明日場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、 サイバーステップ、カッコ、ノート、赤坂鉄工所、富士商事、ログリー、大日光エンジニアリング、TB グループ、ミシン SBI ネット銀行、アースインフィニティ、リニューアブルジャパン、このあたりが明日のデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次、視聴者投票です。ご投票ありがとうございました。 こちらが現在の結果です。一番予想はセブンア,ンダーアイ・ホールディングス。二番予想はサンリオ。そして三番目がソフトバンクグループでした。こちらが本日の状況です。セブンア,ンダーアイ・ホールディングスは小幅ですがプラスでスタートいたしました。サンリオが好調でプラスの1.7%です。ソフトバンクは 上げ相場の中で不調でマイナスとなってしまいました。まだ勝負は始まったばかりです。次に、えー、今日の気になるチャートです。A バランスについてお話しいたします。A バランスについては昨日配信したこちらの動画をご参照ください。このように3ヶ月チャートですが、チャートは右肩上がりとなっており、ほぼ毎日年初来高値を 更新している状態です。本日も年初来高値を更新してきました。本日の株価は9800円、出来高は230万株です。A バランスは創業のソフト開発から主力を太陽光事業に、えー、シフトしている企業です。売上利益、ともに強烈に伸ばしている状況です。 株価はすでに割高で配当は未定です。需給はあまり良くない状況です。こちらがテクニカルですが、パラボリックは上げて転倒。マックリーは上昇トレンド、RSI は加熱気味。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォーク中です。チャート的には好調ですが、そろそろ 理論株価の1万円の天井感とマシタン規制がかかりそうな点が意識されそうなチャートです。明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。